トミーです。変態先生です。ゲームゲームしましょう。おー、何のゲーム？意地悪い人がしてる。え、何なの？じゃあちょっと知らないですね。意地悪くないのね、はい、じゃあ俺もしたよくわかんないですね、うん、いや、私してる。なんで俺になるの？意地悪い代表よ。じゃあ社長が発表します。今日のゲームは人狼です。意地悪い、声が意地悪い。声が意地悪いってなんだ。いいよ、これで生きてきたんだ。ということで今日の企画は5人と一緒に人狼ゲームしましょう。一応ルール確認しときますか。じゃあ僕がちょっとルール説明をさせていただきます。まずここにですね、実は人狼ゲームってのは役職がいろいろとありまして、今回はちょっと人数が少ないので4つの役柄を使っていきたいと思います。まずは人狼、これはあの狼さんで人を殺す敵ですよね。一番意地悪で、次は占い師です。これ占い師の効能っていうのは別の人の役職を見ることができる。で、騎士、この騎士っていうのは別の人を守ることができる。で、残りの2つはこれは市民です。これは何の権力も持たないただの人間です。これにはですね、あとゲームマスターというのが必須になっておりまして、支配人がうちのマネージャーがやってくれます。マスターマスターお願いします。お願いします。じゃあ先に一人一人引いてカメラの前に役職を見せましょう。初めての夜です。目を開けてください。今人狼が一人がいます。この村にもそんな悪いやつ。なんか目ちばしっぽんな。絶対この人だ。やっぱね、そういう殺人の衝動っていうのはね、やっぱ抑えられないから。出てますね、今笑ってる君も怪しい。こういうのは一番冷静なやつが殺人を犯すかもしれない。なあ、まだ私まなちゃん人狼じゃないって証拠あるの？え、趣味。なるほどだった、この振り付けで。私は市民です。そういう変態先生じゃない？なんか喋り多いっすね。なんかいつも言うことだね。これは言えない。言えない、言えないじゃん。殺さない方がいい、それだけ言って。おいしい。あー、地図が市民流行っている、ね、流行っている。市民の方が一番おいしい。これ怪しいよ。トミーは？トミー、これは占い師。だから騎士の人は俺を守らないと相当ヤバいっすよ。じゃあ千円は何だろう？うわっ全然私趣味だ。誰かついてる。私が、ここの3人やね。やってやる。ひどい、本当に趣味。いや、俺純ちゃんはナイトだと思う。だって言えないってことはナイトだ。殺されちゃいけないから。ナイト感一番薄いじゃん。あれがナイトじゃん。一番下だからね。オッケー、皆さん投票しましょう。人狼っぽい人を利用させてください。3、2、1。ズズ2票。ズズ2票だ。あら、私そんな意地悪い人。ズズはもう喋っちゃいけない、死んだから。これまだ怖いね。わまだ、怖い、やっちゃってんじゃん。やっちゃってるよ。はい、夜がやってきました。まずは人狼の方、目を開けてください。人狼の方、誰を殺しますか？次は占い師の方、目を開けてください。どの方を占いにしますか？次、騎士の方、目を開けてください。誰を守りますか？2日目の朝が来ました。全員目を開けてください。昨日、一人が殺されました。嘘。これは、マナさんです。じゃあ、なあ、うん、勝ちだ。ああ、まあそれで言うともう終わりですよ。占い師の僕見て、あれ人狼誰でした？でした。いや、違う違う違う、見たから。だって俺、マナちゃん殺さなくない？そしたらどっちか殺すでしょ。俺人狼だったら、ジュンじゃん。それは、あえて人狼が錯乱させるために無意味なマナを殺したんですよね。なんもない、罪のない市民を殺したんだろうな。じゃない、ジュンちゃん、やばいってこれ。トミーの策略にハマってる。マナちゃんが多分じゃあなぜマナーは言わないんだ。それを、それはリクラだから。いや、性格の問題ね。では人狼だと思う人に指をさせてください。3、2、1。
よし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 ああ、そっか。最終的には一発目にゾゾを殺したのはシメシメってそう、ラトただ俺は二発目で王道で行くとジュンちゃん殺したいそうだよねラトやっぱバレちゃううんそうだねあえて前ってうわあ、そうだよねもう一回やりたいなでは、ラウンド3いきましょうはいラウンド3ラウンド2だねチュー皆さん、目を見つめてくださいよし今回はジュンさんからほいください。ではなすね。じゃあディスカッションタイム5分で。私ラフです。ああ、市民。僕わかります。僕市民なんです。これどっちか市民じゃないです。ウソ。僕市民。え？声でかい。これウソ。マジで？そう言うと俺も市民よ。待って市民の人。やばいやばい。誰誰誰やばい。えじゃあもう出てこよ。売れないし。あ、わかったさ。マナちゃんはまず市民じゃないでしょ。役職が俺ズズの役職はある。俺マナちゃんナイトだと思う。だってさっき占い師の人を手言おうって言って、それはマナちゃんの人ああ、なるほどね。守んないといけないから。それは何なの？ズズが多分役職あるんだよ。市民じゃないよ。あれ？市民じゃないね。占い師だ。あ、占い師だ。いや、さっきの理論で言ったら、マナちゃん騎士で、ズズが占い師。あ、じゃあ、本人市民じゃないぞ。え、私もそう思う。だって主張が遅すぎるもん。しかも、俺が市民って言った時市民って来たよ。もっと確かに。いやいや待って待ってってなるじゃん。第一ラウンドの。いや俺の市民やね。市民やねってなるじゃん。では皆さん日本だと思う人に指をさしてください。三二一。なんで俺の。今の左でどこに俺の要素があった。トミーさん。トミー。なんで？なんかさっきより口数増えた。いやそうなんだよ。最初が。生きて不意した。それは。喋ることも別にないしみたいな。ゲームマスターに聞きますか。絶対後悔する。ほんまにほんまに。ではトミさんが追い出されましたね。結果発表します。なんと人狼が追い出されました。わかるよね、ちょっと変だと確かに違和感はいや、そう、違和感だってトミーが喋んなかったらおかしい面白かった、面白かった緊張したね、これ第二次災害を食らった最後から確かに昨日の相撲が一番印象に残ってるもんはい、じゃあ今日の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあ、バイバーイ。この動画が好きなら、このチャンネル登録して、グッドボタンを押してください。これから私たちの Twitter もあるよ。私でお願いします。下にリンクがあります。それじゃあ、バイバーイ。では、ラウンド3行きましょう。人狼2枚です。朝が来ましたね。まずは、議論タイム。じゃあ行きましょう。おー占い師です。俺市民です。ごめん、占い師。うわなるほど、人狼。うん、人狼だ。違う。さっきの俺と同じよ。そうだね。やばい、行かなきゃ。いや、トミーかもよ、もしかしてそういうこと。おい、これだ、この小娘。だって、いや、今回市民1人しかいない。そうよ。え、市民2人、市民2人いる。市民2人います。人狼が2人、騎士がいない、騎士がいない。人狼2人、市民2人、騎士、あ、占い人。なるほど、騎士がいない。あ、騎士、騎士いない、騎士いない。だから危ない戦場なんですよ、今。歩数は何なの？あ、さっき言いました、市民。なんか手震えちゃう。市民じゃない。市民かな。ダメ。終わり。
士いないんですよ。だからほら違うんだって。これはね、俺知らなかった。違うね。純ちゃんと俺は知らなかったんだけど、純ちゃんの場合はそれが裏目に出て、本当は先に市民って言うべきだったんですけど、市民が2人いるってのを知った後に自分が市民って言ったから。あ、純ちゃんは完全に黒だ。誰が俺の相方か知らんけど、まだ挽回のうちあるよ。死んだ死んだ。よし、いや、とりあえず一発目の投票では彼を殺そう。では投票したい人に指させてください。3、2、1。 OK、 純ちゃん何でも言えねば。では夜になりました。全員目をつむってください。では人狼の方、目を開けてください。誰を殺しますか？次、占い師の方、目を開けてください。誰を占いしますか？はい、夜終わりました。朝が来ましたよ。全員目を開けてください。昨日夜の被害者はサイエンです。あれ、これ意外とやばい。待って、これ意外とわかんないな。待って、本当にわかんなくなった。待って、まだ生きてるってことだよね。はい、昨日はまだいます。これ占い師死んじゃったら誰が占ったか見れないじゃん。ヒント残さず死にやがった、あいつ。でも2人は占い師すごい、本当は趣味。あ、本当だ、本当は趣味。あ、じゃあもう、じゃあなんで一発目に占い師って言ったの？エキスを出したかった。もうちょっと面白くしたいと思った。本当、トミーかもしれない。お前この子に俺までまだ言うか。違う。いや、トミーだ。いや、本当に趣味。ルズ、一回冷静になって考えよう。サーエンが一旦目で占い師は俺だって言ったでしょ。その後に5秒間ぐらい空白があって、私もみたいななんか出てきたじゃん。それで占い師で彼じゃん。でも趣味なんだよ、本当に。ああ、分かった。行こう。では、人狼だと思う人に指さしてください。3、2、1。 OK。 では、マナさんが追放されました。では、結果発表しますね。なんと、市民が全滅です。人狼チームの勝ちです。はい、人狼チームの勝ちです。震え上がった。これは君のせいだよ。もうお前のせい。そう、ママちゃんのせい。これはちょっとわからんかった。いや、これはわからない。サイは誰みたいな占いだろう。まあ、びっくりした。死ぬ。めちゃめちゃだ。もう村から出ていけよ、お前。衣装に行きたかった。これ伝えないと。これは伝えたいよ。あー、なるほど、やられた。おまけの3回目がベストバットでしたね。面白い。